こんにちは、シュです。今回は動物のゲームやっていこうかなと思います。で、自分のタイプを多分選べるんだよね。私最初のポケモンでもヒコザルとかアチャマとか選ぶんで、このタイプにしようか。いやいや、進んでたんだけど、じい小さすぎだろこれ。じいちゃんばあちゃんなら老眼つけないと見えない。なんでこのサイズなの。いや、ここはでかいんだ。憧れのミックス動物生き物を混合の異なる2つの動物を混ぜるだって、なんか今のなんかこの世の中的にあんま良くなさそう。じいちっちゃすぎなんだよ。お、なんか始まってよ。みんな酔う酔う酔う、やめて。さあ、みんな画面来て見て、右上動物を混ぜる、これやってみようか。お、フラミンゴとフォックス、どうなっちゃうのこれ合体させると。行ってみようか、融合。うわ、めっちゃピンクで足長い動物出てくんじゃない。え、超楽しみなんだけど。なんとも言えないな。微妙なところをチョイスしたね、それぞれを。フォックスフラミンゴ。なんか在庫に追加するってやだな。在庫に追加しようか。てててて。さあ、みんな今バトルに来たね。このフォックスフラミンゴで。うーわ、お前フォックスがフォックスフラミンゴに勝てると思うんだよ。あれあれみんなフォックスフラミンゴやられてる。あとこのフォックスしかしかいねえ。これもあれだ、みんなフォックスとシカの合体だ。いけるのか。ただこれはね、結構バトルっていうよりあれだわ、配合するのが面白いわ。次世代のドラクエと言っても過言ではないね。お前見て、上に HP 書いてる。いいよ、私の米津玄師がやられてるから、もうこれで私行くしかない。行け、リーチが異常に短い私の。よし。なんかそこら辺のフリー素材のみたいな BGM で。で、みんなこれオーダー動物っていうのがあって、多分これわかります。右の22円とか47円とか、これは私今右上25円あるんですよね。で、お金使えば確定でなんかゲットできるけど、ランダムボックスいっちゃおうか。来い、なんかすごいの来い、恐竜みたいの来い。かわいい、なんかかわいさ全振りって感じだね。さあ、え、これガチャ面白いね。ソシャゲのガチャみたい。え、でも私いっぱい欲しいからこれしようかな。お願い、これと私合体させる。恐竜来い。強そう。めちゃめちゃ強そうなの来た。え、テンション爆上がりなんだけど。え、これ合成させよう。ちょ、全部一回引いてみていい？ガチャ。え、これめっちゃ強い動物とかいるよね、きっと。来い。鳥がいいな。ワニさん。ワニさん。え、ワニさん超強そうじゃん。え、これ配合させたのと配合できんのかな。確かに米津玄師、フォックスフラミンゴと、あれは配合できるのかな、他の何か。もう一回配合したのはできないのかな。コケコッケーかー。はぁ、え、なにこれ。え、これで強、このワニ強いじゃん、みんな。かっこよ。ワニって無限の可能性が秘められてるのかもしんない。え、このワニって何と合体してると思う、みんな。あ、シカワニだって。シカとワニの合体でこれになるんだ。え、私も次このシカワニ作ろうかな。さあ、皆さん配合させてみます。これワニとハチドリで、すごいなんか羽が生えたワニみたいな、空も陸も行けるみたいな。やってみようか、配合。どうだろう、羽生えるかな、ワニに。お願いします。なんかめっちゃかっこいい、天空から支配するみたいな。なんでだよ。お前どっちの悪いとこもチョイスしてんじゃねえか。さあ、チキンとフォックスかな。なん、どうなる。かっこいいじゃん。超かっこよくない。ホワイトタイガーみたいで。好き好き好き。今のいいじゃん。ちょ、オーダー動物やろうか。このガチャ引くの超面白いわ、好き。頼む、見たことないの来い。お前もうポテンシャルの塊のワニ来たんだけど。ワニに羽を生やすのもうやめよう。何が起きるか分かんないから。
それじゃん、ワニとラクダじゃん。なんかめっちゃ足が長いワニとか出てくるんじゃない？本当にモデル体型のワニみたいな。ちょ、間違っちゃった。じゃあみんなちょっとモデル体型のワニ行っちゃう？え？でもなんかかっこよくなる未来、モデル体型といえばいい言い方だけど、かっこよくなる未来が見えない。かっこいいえ、超かっこいいじゃん。え、ワニやばいわ。ポテンシャルしかない。あと2回だけガチャ引けるから、ちょっとガチャ引いて旅に出てこようか、バトル。うわ、これはかっこいい。うわ、これクロウとワニ行きたいよね。ワニ来い、ワニ来い、ワニ来い。待って、コンドルとクロウやばいんじゃない？ちょっとコインがないと合成できないんで、ちょっと戦ってこようか、私の最強のパーティーで。みんなちょっとバトルやってくるか。どこにいる？うお、これ見て、この強そうなの。うお、火力やばそう。じゃあ行ってきまーすそれ大丈夫？下に出てんの尻尾か、あれ。なんでもないよ。さあ行ってくるよ。見ろお前、火力のゴンゲ。どうだ、強いのかどうかよくわかんないけどね。あれは？あの子。一回この子で、あ、でも、火力すごいかも。なんかあっちがゲットしたキャラみんな使えるんだよね、みんな。で、相手は倒しとくと次々に敵が出るみたいな。あ、出てきたね。こういう感じの戦い方だね。なんだこいつ。あ、え？同じ？これ。あ、これは鹿ワニなんだ。私がラクダワニだけど、お前とはなんか似たものを感じるよ。ただ、火力不足だね君じゃ。わたきゃ倒しちゃうぜ。た、強いわ。あの子どこ行った？お前に何ができるんだ。ただ意外とすばしっこくて強いかもしれないから行ってくるわ。みんな、あ、でも強いかも。圧倒的小回りみたいな。で、これでお金がもらえるんですよね。え、待って、これみんな鳥と鳥やってみていい？え、これガチ期待だわ。え、これでなんかしょうもないのになったら落ち込んじゃうな。なんかフェニックスみたいな生まれない？鳥と鳥で。あんま変わんないわ。ね、ちょっと正直期待外れだね。みんなガチャ引いてたんだけど、ガチでいいキャラ来たかも。フクロウとヤギ。で、今度こそ、あのワニに翼が入ったみたいな感じで、これヤギに翼が入る。お願い、ヤギにでっかい翼生えて。お願い、かっこいいえ、超かっこいいじゃんこれ。うわ、みんなかっこよすぎない？この子ね、超かっこいい。行ってくるわ、デビュー戦。声が台無しだわこんなに見た目かっこいいのに声がこれね、キャラは自在に選べるんだよね、みんな。でも、あちきのお気に入りやっぱこの子かな。かわいいよね、この子。ワニが、あれ敵どこにいる？ゾウさんとかいるんだ。しかも、わ、ごめんね、ゾウさん。ゾウさん生身というか、あれだね、何にも配合されてない。うるさいなうるさいな、お前は本当に。めめめめほい、気持ち悪い。ちょっと虫は苦手。アリさん、アリさんとかもいるの？アリくんな。パンサー、これ、尾形じゃない方か。じゃあ、私、混ぜりょうか。じゃあ、アリさんと、じゃあ、アリさんとフォックスで、どうなる？ちょっと怖いわ、これ。ちょっと無理かも。うろ。いや、みんな、これ結構楽しくて、動画外でやっちゃって、
象とか買えるぐらいお金持ってるんだよね。私象買っちゃおうかな。これうわうわ、象と何合体させよう。これマジ高いからね、超大事に使いたい。さあみんな、ランダムで出たやつと象合体させようか。でもちゃんと厳選しよう、あんまり弱そうだとやだ。ガチョウか。さあ次、羽つける？カニはありです。カニは非常にありです。カニ像行ってみる？ちょ、もう一回ラスト一回だけお金的に引けるから。いや、カニと象結構ロマンしか感じられないけどね。ヤギは名なんじゃないかな。じゃあみんな行くか、象と。うわ、これどっちも高級食材というか、いやーかっこよくなってほしいな。結構未知だよね、カニと象って。バケモンだよこんな。水タイプらしい。いや、そりゃ水タイプか。いや、ちょっと可能性を感じるか、カニとゾウ。これ入れれるパーティーが重さなんだよね。重さが軽いと入れれなくて、じゃなくて重すぎると入れれなくて。ワニとパンサーでどうなる？これ結構かっこよくなりそうだね。ワニのあの強烈な歯に、お前ワニの強烈なアイデンティティなくなってんじゃん、長所。じゃあみんな、私の今の最強のパーティーがキモすぎるよねこいつ。一応軍隊というか隊列にできて、どれで行く？いや、この子を一番前にしたい、最強シフトにしたいんだけど、この子意外と恥ずかしがり屋さんなんだよな。後ろに、あ、カスタムでできんのかな。ちょ、私まだこのゲームそんなよくわかってないんだけど、このハチドリちゃんも可愛いよね。さあ、いっか、これで試合。さあ、皆さん来ましたよ。お、待って、相手にもいるんだけど。うわ、見て、ハサミギロチン。一発。相手にもいる、みんな。見えるかな？同じ色、あ、いないか？なんか、いや、いるわ、相手に。ごまかしてるわ。ほら、あ、しかも相手見て、ラクダとカニだ。いや、ちょっとスタイルいい。私なんか太ってデブみたい。相手スタイルいいぞ。ただ、私の方が絶対火力は強いから、待って、みんな、このパーティー弱いかもしれない。いける？攻撃力は高そうだけど、見た目だけかよこのパーティー。やめてよ、やめてよ、ねえ、やめて。もう私しかいないし、おら、いや、おらって思ったけど、おそたん、いけるの？私一人しかいない。ガチ見かけだ、欲しいじゃんねえ。勝利敗北も。さあみんな、リベンジを。パーティー変えてきたね。この子たち、いや、ケツから行くわ。絶対勝つ、ここに絶対勝つ。このチームマジ強いわ、チームの連携がすごすぎる。いや、いけないか。いや、あのワニさんが弱いんじゃなくて、この子たちが、見て、上に HP 書いてんの。この敵が異常に強いわ。一人持ってく、よし、一人持ってって、いや、強いわ。いいぞ、一人やろう、もう一人やろう、あっち、いいぞ。さあ見て、上に HP 書いてるの。382体、やばい、あっちやられた。さあ、あっちの、いけ、いいぞ、処理して。小回りが効くからね、ハチドリは。うまい。うわ、ハチドリの伝説ブレスオブザワイルド始まってる、みんな。ハチドリマジ強い。これハチドリやられたら終わりだぞ。いけ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 、チャッシュステップ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 、これケツから失礼します。いや、いけるか、この
小回りで、うわ見て相手191、2対1、3対1か、うわハチドリ強っ、ハチドリワニか、超強い、キモすぎない？このゾウ、しかもめっちゃ追ってくるし、これキリンとゾウでしょ、やばい、2対1はきつい、援護頼む、援護来て、2対1はきつい、さすがに、みんな、みんないる？あ、みんな来てくれてる、ありがとうありがとう、みんな注意を引きつけてるうちに行こう、やっぱ持つべきものは仲間がね、このゲームでそれを教えられてる私、このキリンワニキモすぎ、キリンゾウか、やられた、やばい、いっさ来ました、ハチドリ、ハチドリワニ超強いからね、マジで環境トップレベルだよね、本当に私この環境トップレベルを一番最初に作ったと考えるとかなり運がいい気がする。よしこれで終わろうか、私の一押しはねやっぱりハチドリくんだね、見た目も好きだし性能も超いい、バイバイ。